前回まではクランクリエイターを楽しんだところで、今回はスナックで遊んでみたいと思います。一応能力もね、スナック2の極みを習得したんで、スナックで遊んでいこうか？そんな一時確認いる？へえ、料金3000円、入場料か。お金払わないと入れないってこと？ははは、まあ一応157万持ってるんで、ちょっと別飲んに。でいくか。ちょっと飲んでいくか。いきなり操作すんの？これ。気軽に入れないんだ。入ったらもういきなり操作するって感じ。丸、決定、×、キャンセル。まあ、普通のことなんだけど。いらっしゃいませ。なになになに？やあ。おう。え？あ、畠山さん。ああ、そうかそうか。前回会った人ね。一緒にどうだ？こないだ娘がいさ、きなり？なるほど。大変だったな。娘がどうした？まははは。だ何も言ってねえぞ。何それ？こんな簡単なやつでいいの？で、次は、秋一吉人さで飲みたいんす。ん。マジで？ふざけんな。一人で飲みたいと言ってさ、畠山さん隣に座ってるじゃん。お前ら楽しそうに会話してただろ。何なんだ。お、ゲンさん、こっちにいんな。誰かカラオケやらねえかな。おう、やりたいね。カラオケやったらどうなる？歌う。あれ？歌う。なんでスナックでジョイサンドなんだよ。 あれ？曲少ないな。まあ、でも、トゥナイトの方が、やりやすそうな気がする。全然ね、カラオケ、久しぶりなんだよ。割と、竜が如く6始めたところ、序盤の時に、カモの状態やってみたんだけど、めっちゃね、点数低くて、その後、ちょっと動画撮ってない時に、やってたんだけど、まあ一応最高得点は、いい感じなんじゃない？まだね、昼間なんだけどね。こんな夜の遊びしやがって。お、ムービー出てきた。これね、竜が如くゼロなんですよね。錦山っていう桐生さんの、まあ、友達でもあり、まあ、いろいろあったんだけど、まあ、ゼロに関しては、次に実況しようと思ってるんで、まあ、ここではあんまりネタバレ しないようにしますが、懐かしいな。これはセレナね。あのニューセレナの前身である。うわー、懐かしいなー。 これも結構有名なシーンなんですけどね。めっちゃネタバレなんだけど、まあ知ってる方は知ってるんだけど、一応ゼロやったことない方もいらっしゃるんで。あ、くそ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 、1個ミスった。 いや、かっこいいな。こう見えてキルさん20歳だったんですよ。これはもっと若かったな。なんてんだこれ。まあまあいい感じなんじゃない？一応全国の順位、なんでカムル町なんだよ。ここ尾道なんだぞ。なんてんの。93か。カムル町での最高得点は97点。まあ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 。なんだこのトップ3。また言うけどさ。なんだお前ら。おかしいだろ。あんたいい声してるな。思わず聞き惚れちまったよ。そうか。ありがとうな。俺も歌うのは好きでな。みんなからゲンさんって呼ばれてんだ。俺おお、はゲンさ桐生だ。桐生さんか。気に入ったぜ。これから一緒に飲もうや。な。おお、ぜひぜひ。
それじゃあ声かけさせてもらうぜ。おう、待ってるぜ。ゲンさんと飲めるようになりました。お客さんたちと仲良くなっていくと、スナックの中での地位も上昇していく。何スナックの中での地位ってそんないる？地位が上がると一緒に飲める相手も増えていきます。なるほどね。積極的に話しかけたり、カラオケやダーツで目立って友好度とを高めていきましょう。ほうほうほう。でこれもう終わりじゃないよね。で、ゲンさんに話しかけたら、一緒にどうだ。いきなり笑ってる。そんなことが。どんなことだ。大変だったな。詳しい会話はしなくていいんだ。まあ楽っちゃ楽なんだけどね。ゲンさんと畠山さんと、あとママは？ママ。注文する。お。あ、なるほど。あ、ここでもいろいろ食べれるんだね。この店での飲食も制覇しなきゃいけないんだよな。まあ、とりあえず今胃袋の状態は結構マックスに近いんで、そんなに食えないけど。なんでいきなり笑ってんだ。すごいわね。何がだよ。うん、枝豆、おしんこ、唐揚げ。お、ママ手間いらず。こういうボーナスもあるんだね。ちょっとしか上がってねえな。ママとの友好度って、いや、マックスにしたいな。で、お前はなんだよ、秋吉さん。すみません、また今度。うるせえ。もう二度とお前と飲まないからな。もう誘われても飲まないからな。これ、あれ、あー、そっか、これメニュー見れないんだ。オプションボタンを押すと、もう操作方法になっちゃうんだね。じゃあ、ダーツも一応できるんだけどさ。お、ママと遊べる。いや、でも、一人で遊んでもな。ママと遊んでるんだから。あら、ダーツやるの？相手になるわよ。いや、シックスでのダーツ、本当に初めてなんだよな。今までの作品で、ダーツのミニゲームも一応全部、まあ何度かコンプリートできたんだけど、これ結構、実は難しいんだよね、ダーツは。投げる。操作方法一緒かな？初心者のや。はぁ、あ、はぁはぁ。うん、今のところこれしかないな。おうおう、あ、はいはいはい。まあ、とりあえず、簡単な300のやつでいいかな。勝たせてもらうわ。手加減しないぜ。手加減しろよ。相手女性だからさ。ちょっと待って、これやり方ちょっと違うな。ちょっと違うけど、左スティックね、これ結構難しいんだよな。あれ、なんでそっちなんだよ。俺狙ってんのはこっちなんだけどな。いけ。なんかいまいち。あ、わかった。左のゲージにも、なんか真ん中のやつってなんだろう。あち、くそ。集中よ。くそ。これちょっと今までより難しいか？まあまあ強いかな。そうでもないか？あらら。あらら、ママ、どうしたの？ちょっと、おい。これはなしでしょ、ママ。ママ、お手柔らかに。左のゲージの真ん中に止まればいいのかな。結構難しいんだよね。よいしょ。うわ、いけた。なるほど。ちょっととコツ掴んだかもしれないぞ。まあこっち狙って、あ、くそ、あ、くそくそ。もう少し上に行って、いけ、よしっと。ごめんよ、ママ。これ今までの作品よりちょっと見るところ、
気にするところが多くなったな。ママどうしたの？あらら。あらら。いやこれ勝っちゃうよ、こっちは。なんかいじめになってるみたいで申し訳ないな。これから店入りづらいよ。お店入りづらいんだけど。で、よっしゃ。知ったな。で、もう一回。うん。よっしゃ、あ、くそ。くそくそ。まあでもあとちょっとで終わらせよう。よっしゃ。えい。これ最後がちょっと難しいんだよね。点数計算しないといけないから。ママ全然進んでないな。頑張って。応援してるよ。すげえ。よしか？今のよしか？あらら。いやー、あと27点ね。よし。これもう真ん中狙っちゃいけないんで、とりあえず、じゃあ、上の20点のやつにしようかな。あ、くそ！やべ！まあ、20点のやつ狙って、あ。うん。20点。今度こそ。よし。よし。で、その次のターンで3点狙えばいいか。うん。俺意外とダーツうまいな。自分で言うのもなんだけど。最初はちょっとね、あんまり、この6ってのやり方がわかんなかったから、あれなんだけど、慣れていけば、うん。ママ、本当に、見てられねえな。決めるぜ。3点ね。今度こそ。で、あ、ファイナルラウンドだ。3はそうだな。どこだっけな。あ、こっちだ。あ、くそ！ああ！ノー！あらら。俺の勝ちだ。まあ、私が負けるなんて。勝ちといってもね、なんか気持ち悪いな。残り3点なんだけど。勝っちゃったな、ママ。また遊びましょう。いいの？一応、上がるんだ。ママ負けたけど一応上がるんだ。これこの人たちでもう一回飲めんの？畠山さんとはさっき飲んだな。あ、なるほど。じゃあ全員一回しか飲めねえのか。秋吉さん何なんだよお前。すみません、また今度。もういい、もういい、もう誘わないからな。じゃあ出るか。これ毎回こいつらしかいねえの。今日は早いのね。また寄らせてもらうぜ。今日はって初めてだね。いやでも楽しいね。よし。なんだ。あ、トラブルね。全然やってねえ。なんだっけな。プレイスポットで、あ、ダーツも一応あるんだね。全ルールプレイする。ライバルを全員撃破する。ライバルって、どこの、あ、こっちじゃないのかな。カムル町なのかな。で、スナックのこれでしょ？畠山さん、秋吉さん、源さん。秋吉さん、この野郎、全然飲んでくれねえ。そっか、そういえばさ、草野球のチームメイトの中に、秋吉って名前があるんだけど、あと畠山さんなんだけどさ、あと源さんもいる。これってさ、この人たちと仲良くすれば入ってくれんのかな、うちのチームに。まあそれもそれで面白いけどね。でサブストーリーもそうなんか、そうなんだけどさ、この草野球みたいに、これ大人の会での階段はまあ前回のあのサブストーリーなんだけど、今後この人たちと仲良くすることでサブストーリーなったりすんのかな？野球みたいにさ、決戦だったりとか、サンダーズのやつね。いろいろ奥深いな、この6って。
まあいいや、また時間あるときにスナック寄ろうかな。次どうしようかな。クランクリエイターはここでやることないので、野球するか、サブストーリー探すか、のどっちかだな。うん。あれ、なんか、何、マグロ？何これ。これ拾えんのかな？金庫の鍵。これ何？これは。え、またサブストーリー？でかいなぁ。すごいですよね。え、尾道を？さっき釣ったばかりなんですよ。そうすげえな。こんなところでマグロ釣れんの？お前が釣ったのか。まさか。釣ったのはあの人ですよ。誰？伊沢さん。今日も大量ですね。まああの。え、あ、お、サブストーリーだ。海と生きる者たち。久々にええのがたくさん釣れたけ。このまま刺身でもして一杯どうね。うわ、美味しそう。準備しますよ。え？あんたは？通りすがりだ。気にしないでくれ。通りすがりしては結構ここまで来たね。つい見とれてしまった。嬉しいことを言ってくれるんじゃの。そうじゃ。あんたも一緒にどうね。こいつで一杯。いいの？俺も。だが。遠慮すんなって。今日は大量だって。優しいな。こんなでかいのわしらだけじゃ食いきれんけん。そうですよ。せっかくですから一緒に食べてってください。ぜひぜひ。じゃあ甘えさせてもらおうか。よっしゃ。じゃあ宴会の準備じゃ。準備。なんかめっちゃ親切だな。ん？もう食ったの？いやいや、せっかくだからさ、食ってるシーンを見せてくれよ。美味しそうなマグロ丼とかさ。俺までご馳走してもらって。なーに、気にせんでくれ。わしも新入りさんといろいろ話せて楽しかったけ。新入りさん？わしは漁師の伊佐を言うんよ。よろしくの。私は魚屋の天野って言います。魚屋？伊佐さんの魚を売っているんです。あったっけ？桐生だ。俺もここに来てから日が浅くてな。まだ日が浅いのかな。色々と話せて。僕的にはだいぶ経ってると思うんだけど。さん、もしよかったら今度一緒に料理連れてってやるけ。いいの？本当か？これまた何？あのプレイスポットが。多分料とかうまいと思うけがの。楽しみにしている。へえ。お、じゃあまた A の連れたら一緒に行こうや、キリュウさん。わしらはこの辺にようおるけん。また声かけてくれや。おお。ああ、じゃあ新鮮でうまい魚だったな。漁の約束も楽しみだ。また顔を出そう。へえ。まあでも、まあサブストーリーまだで、あの終わってないんだけど、行こう。早速。こんなところでマグロ釣れるってすごいな。あれは。え？どうした？漁師の伊佐さんじゃねえか。おい伊佐さん。どうしたどうした？さっきまで元気だったのに。ちょっと漁でヘマしての。へえ。すまん。医者を呼んできてくれるか。医者？分かった。この辺にいたっけ？この辺に、あ、もう早速来たか。いや悪いの。キリュウさんがいてくれて助かったよ。いやいやいや。まあ幸い大事には至らんかったけん。じゃがしばらくは漁はできんかもの。絶対手伝ってくれとか言うでしょ。伊沢さん、怪我したって大丈夫ですか？もしかしてまたあいつにやられたんじゃ。あいつ、まあ、誰あいつ。ああ、まあこっちの話よ。またチンピラとか。しかし困ったの。しばらく漁はできそうにないけ。まあまあまあ。私は構わんけど、このままじゃ天野に魚をおろせんよ。キリュウさん、そういうのに弱いからさ、言うなよ。うちも伊沢さんがいない間は休業するしかないですね。そこまでひどいの？そういうわけにはいけんじゃろ。あんたんとこお袋さんまだ病気治ってないじゃろ。
もうしょうがない、やります、やりますよ。そりゃそうですけど、誰か他の漁師から仕入れたりとかはできねえのか。実は私最近この仕事を始めた新米で、うん、漁師さんたちからあまり信頼されてないんです。だから誰も魚を預けてくれなくて、私に預けてくれるのは唯一伊佐尾さんだけなんです。この辺の漁師は頭の固いやつが多いけ、若い連中には冷たいんよ。それに嫌気がさして若いもんみんな東京に出るけん。そうなんだ。漁師で残ってるのは老いぼればっかりよ。そうなのか。同じこと言ってる。でも天野はこう見えて情熱持ってやっちょるけん、うん、わしはそこで判断してこいつに預けとるんよ。じゃが困ったの。わかったよ。そうですね。ん？ほうじゃ。なあ桐生さんよ、あんたこの前来た漁をやってみたい言うちょったの。ん？もしよかったらわしの代わりに漁をしてくれんね。要はここで釣りをするってことかな。ああ、もちろんやり方は教えるけ。うん、そんな免許か。免許も経験もないのに。だいたいこの人たちいつも免許なしでやってるからね。スモクリ漁なら免許もなくできるけ。それに細かい昔西島さんのマタギもわしの方で取れるけん心配はいらんけん。しかし何そんなに深く考えさんな。別にわしと同じ働きを求めちゃおらんけん、気軽に遊び気分でも構わんけん。遊び気分で、天野ちゃん店潰れちゃうよ。さんがもらって構わんけん。遊び気分じゃできねえよ。金も稼げる、一石二鳥じゃ。ええと思わんか。いいよ桐生さん、頼む。少しでも天野に商品を渡してやりたい、それだけなんよ。病気で入院してるこいつのお袋さんのためにもの。いや、いくらだ、むしろ直接金渡すよ。わかった。ほんまか。うん、推しに弱いからな。寮なんてやったことがないからな、期待に応えられるかどうかはわからんぞ。桐生さん、ありがとね。ありがとうございます。本当にいいんですか？結構無理難題ですけど。この前俺にうまい魚を食わせてくれただろう、その尾道雄の。あれは気になるな。こっちは尾道雄くんなんだけどね。じゃあ善は急げじゃ。寮に行く準備ができたらわしに声をかけてくれんさい。わかった。じゃあ早速やってみようかな。座ったら。なんで立ってんねん。怪我してんのに。おお、桐生さん、早速漁に出る。うん、出る出る。よっしゃ、じゃあ船を出すけ。いやー、これもまた、ん？スタンダード。いや、また一個さ、楽しみが増えたな、プレイスポット。何これまた。リロード、水中銃撃つ撃つ、はいはいはい、ターゲット移動、リロード。まあいろいろ言ってるけど実際やってみないとね。そのポーズいらねえだろ。何してんだよ。おかしいだろ、誰に見せてんだよ。真面目にやれ。ん？なんでそうやって脱ぐんだよ。いやいやいや、さっきシャツの中でこんな服見えてねえぞ。何それ。いや全然わかんねえ。え、まあ、とりあえず下の、あ、中級と上級、こっちは初級か。行くか、スタンダード銃ね。行くぜ。え、これ、あ、あ、釣りじゃないんだ。何これ。海中に潜り水中銃を撃って、魚をたくさん取りましょう。魚に当たったり襲われたりするとエア体力ゲージが減ってしまうので注意してください。エア体力ゲージゼロになってしまうと、あ、終了となります。はいはい。で、丸が R1 でスピア弾発射されます。
打つたびに一発ずつ減っていくので、装填数が減ってきたら、あ、リロードね。うん。なるほど。はあ、はあははあ、特にターゲットを合わせていないのに赤く光る魚は気流に襲いかかろうとしているので、リロード中に襲われないように見つけたら早めに撃ち取りましょう。うわうわ、なんかめちゃくちゃこれ魚を取ると、魚ん？ここで何て言うんだ、ポイントがもらえるので、その結果によって報酬がもらえたりレベルアップしたりします。レベルアップなるほどね。宝箱、何それ。海底に沈んでいる宝箱の中にはポイントや空気が入っていて、撃つとポイントや空気を得ることができます。へえ。ちょっと、とりあえず、お、なるほどね。ちょっと待ってね。お、ゲット、こういうことか、こういうことね。ほら、こん、ちょ、なんだ今のこういう簡単なやり方でいいのかな。リロード、あ、バツを押したらリロードって感じだね。あー、でもちゃんと狙わないとダメだな。くそ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 、襲いかかってきた。よっしゃ、これ魚さ、あ、くそ、なんだよお前ら結構怖いな怖いな優しくしろや。あ、宝箱か、あれは。よし、あ、リロードしなきゃ、早くしろ。よっしゃ、ゲット、えいえい、でっかでっかこれ。あ、ちょちょちょ、リロードしな、よっしゃなかなか楽しいな、なんかできることが。はい、来いよ、リロードして。これでっかでっか、ちょっと怖い怖い、サメなんでしょいや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 、よく食べられなかったな。ちっちゃい魚からでっかいまでいる。宝箱も結構あんな。これいつ終わるんだ体力なくなったら終わるのか。まあ普通にこれ押したら中断できるんだけど、まあ一応最後までやりましょう。うわ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 、なんで回転に鳥居があるんだよえ、うわうわ、なにこれ、って、キルスは叫んでんだけどさ、海底なんだぞこれ、すげえ、なにこれボス来たか、目が光ってんだけどこれ、うわちょっとやめてくれ。これどうやって倒すの、おい、倒すポイントが分かんないな、目かな。うくそくそくそ、いや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 、あ、キルさんやっべ、うわ、あれはちょっとさ倒せんのかな、そもそも。まあ報酬が一応7400円で魚1匹しかねえ。え、どういうこと、俺結構釣ったと思うんだけどキルさんしんどそうだないやー、基礎能力、うん、どうじゃった、初めての寮の。怖かったよ、死にそうだったよ。だがなかなか奥深い初めてでこんだけやれりゃ。いやでも楽しい、これハマっちゃうな。センスあるの褒めても何も出ないぜ。キリュウさん今回の寮の報酬です。初めてだしちょっと色をつけておきました。いやいいから、そんな別にもらわなくていいんだよ。こんな感じで寮の結果に応じて毎回収入を得られるってわけよ。魚を取れば取るほど金になるけ、ガンガン取っていいさい。あと今回潜った場所で十分量ができるようになったら他の場所にも手を出していこうと思うけ。楽しそう。量は難しくなるが、その分価値のある魚も増えるけ、まあ頑張ってくれや。わかった、それじゃこれからしばらくの間よろしくの、キリュウさん。おう、うう、まさか
俺が漁をすることになるな。人生わからねえもんだぜ。何言ってんの。うん、海と生きる者たち、これサブストーリーだったのか。へえ。うん、もう15個クリアしたな。うん、だってあともうほぼ3分の1クリアしたんだけどさ、これメインストーリー的にはまだ第5章だぞ。今回主人公1人なんで、多分大体トータルで15、6章ぐらいあると思うんだけど、もうサブストーリーここまでやったな。メインストーリー全然進まないな。だってまたもう一個これ楽しいやつ発見したもん。魚もそうだし、スナックもそうだし。これいつになったらカモリ町行けるんだ。これじゃああれかな、ちょっともう一回メニュー開きますね。プレイスポットのまた見てんだけど、いや本当にこれいっぱいあるんで普段見てないんですけど、これかな。うん、お、漁師レベルを最大にする。すべての種類。さっきのイカってさ、どうやって倒すの。そもそも倒せんのかな。いや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 、まあ、レベルが低いからかな。うん、まあ、もしくは装備してる武器があのスタンダードのやつなんで、いや冴島さんなら倒せそうな気がするんだけどね。またぎ全ステージクリア。へえ、結構あるな、やり込み要素は。うん、まあということで今回はこの辺で終わりにしようかな。うん、これまたちょっと動画撮ってない時に少し自分で進めてみようかな。うん、はい、また次回よろしくお願いします。